京都医療少年院は京都府富士市にある法務省共生局に属する少年院。全国唯一の第三種少年院である。定員は144名。医療法上の病院である。2019年4月までは府中市の関東医療少年院が存在したが、東京都秋島市に国際法務総合センター内の東日本少年共生医療、 教育センターとして統合閉所されたため、単独の医療法において設置された病院機能を持つ医療少年院としては唯一となる。医療少年院とは、少年審判によって、心身に著しい故障があると判断されたおおむね12歳以上26歳未満の者を収容し、治療と強制教育を施す施設である。特に精神疾患のある未成年者を重点的に受け入れ、 治療する。非収容者に対して平均約1年間のプログラムが組まれ、専門医による治療と並行して生活、職業指導等の教育が施される。治療が終わった非収容者が一般少年院に移ることもある。京都医療少年院は西日本における少年院の医療センターとしての性格を持つ医療専門の施設であるとともに、 飛行に関わる態度や行動上の問題の改善を図り、心身ともに健康な若者を育成するための強制教育を実施する法務省諸葛の国立の施設である。1948年に元私立農病院を法務省が買収する。1949年に京都少年療護院として発足。1951年京都医療少年院と解消。 1962年、全面改築工事完成。郵便番号611-0002京都風寺市、小畑平尾4番地。ありがとうございます。